飛行機の排熱と日射でできた影ゲ影ウとは、局所的に密度の異なる大気が混ざり合うことで、光が屈折し、起こる現象。よく晴れて日射が強く、かつ、風があまり強くない日に、道路のアスファルト上、自動車の屋根部分の上などに立ち上る、もやもやとした揺らめきのこと。新気楼の意味でこの言葉を使うこともある。厳密には、影ウは上昇気流により、 密度の異なる大気がバラバラに混合して起こる小規模なもので、新気楼は相乗に光は通常直進するが空気の密度が異なる場所では密度のより高い方へ進む性質がある光の発信源と観測者の間に密度が異なる空気が隣り合っている場所があるとそこを通る光は通常と異なる経路をたどり景色や物体が通常とは異なる見え方をする 光学では、このメカニズムによって、もやのような揺らぎができることを、ーレン。大気は、温度変化により、体積が変化して密度が変わり、温度の異なる大気が隣り合っている場合、光は、冷たい空気の方へ屈折する。晴天の日中に、物体の表面が日光を受け温度が上がった時、風が弱い場合は、そこに滞留している大気が温まり、密度が小さくなって浮力により上昇する。 この時温まった大気と周りの相対的に冷たい大気とが混ざり合い乱流的な上昇気流が発生する。この上昇気流の部分を通る光が様々な向きに屈折されることで影楼が見える。このような現象は平原や砂浜など様々な場所で見ることができる。焚き火の炎の上、エンジンなどの排熱には明瞭な揺らぎが見られる。また、 空気中だけでなく水などの液体中でも見られる。大気が光を屈折させて起こる現象は他にもある。新気楼の場合は、密度の異なる大気が、層流的な流れをしているか静止していてほとんど混ざり合わないため、鏡写しのように一部分だけがきれいに分離して見える。日本では春の季語とされるが、気象条件から夏に多く見られる現象である。また、 現代では舗装された道路や金属の物体などの温まりやすいものが増えて見る機会がより増えている。常に変化してできては消えるその様から捉えどころのないもの、儚いものの例えとしても用いられる。影朗を描いた芸術作品。ありがとうございます。